こんにちは、ケンソーします。今日もエカンクロスやっていきます。今日はね、ついに初のガチャ追加、デビュースカード友沢亮登場ということで、こちら引いていきたいんですが、その前にですね、今回追加されたこの3つのキャラ、友沢、立川、赤原の評価をしていきたいと思います。まず友沢からですね、こちらがまあショートのキャラということで、エカンクロスショートのキャラ非常に少なくて、 SR の田中山かなが一番能力的に高い選手になってくるんですが、それのさらに上を行くと、まあ、星25っていうのが全キャラの中で一番高いですね。全特待生キャラの中で一番高い能力になってきてます。まあ、エカンクロスね、能力の高さが正義というところあるので、まあ、この時点でかなりポイント高いですね。でプラス、アンダ製造機、安倍比の上位得ですね、金得ですね、こちら取得できる可能性があるということで、かなり汎用性の高い強力な能力なので、これがまあ、かなり、強いなというふうに感じます。まあ、ただですね、一つ、欠点があって、安倍比パワー比も非常に強いんです。選手の能力としては非常に強いんですが、ボーナスの、肩ですね、今回この選手肩が上がりやすい選手になってます。まあ、のショートっていうポジション自体は肩強いと有利なので、まあ、肩の強さ必要になってくるので、非常に有利に働くんですが、まあ、そこまでチーム全体として伸ばしたい能力ではないので、まあ、少しそこがパワーとか、ミート総力と比べると少し劣るところですけれども、まあ、能力は非常に高いのでね、引き得かなという形です。友沢両打ちですね、両打ちも珍しいですね。こいつは引いていいと思います。で、立川ですね、立川ひろみちゃん、ピッチャーでサードサブポジということで、こいつはね、能力高いけどちょっと微妙ですね。っていうのも、3球種持ちで星17で、アウト6つあるということで、能力としては非常に強いんですけれども、まあ、ボーナスのローラーですね、スタミナ系の練習でスタミナのポイントが上げやすいということで、スタミナって正直そこまで上げなくても根性の、特能とかつければ結構、解決できるところがあって、まあ、スタミナ F33、まあ、E ぐらいまで上げたら十分ぐらいなんで、正直そこまでスタミナいっぱい上げたいなっていうところではないです。まあ、なので少し微妙かなと思いますね。そこまで狙って引かなくてもいいと思います。まあ、キャラ好きなら引いたらいいかなというとこですね。で、赤原カンパチ君、まあ、こいつは非常に強いですね。キャッチャーとして星11、少し総合力は低め、抑えめなんですけれども、初期でキャッチャー20までついてると。キャッチャー20までついてる選手って他にいないんですよ。現状キャッチャー丸ついてるのが、星空と小高と、あと、あいつか、コウモとか。なので、キャッチャー20まで初期っていうのは非常に、有能です。でただですね、総合力星11っていうのが非常に、まあ、ネックになってきて、ハイノーマルとかランクが上がってくるとなかなか1年目ベンチに入れるのが難しくなってきて、そうすると必然ね、1年目の大会で能力上げづらいということで、 2,3 年目活躍させるの少し難しくなってくるという懸念があります。まあ、ただ唯一の球界の頭脳の金徳持ちっていうことで、まあ、これがコンシューマー版の栄冠ナインぐらい有能な、能力であれば、非常に唯一無二の、現状球界の頭脳持ってるのはこいつだけなんで、かなりね有利に働くと思うので、まあ引いてていいかなと思いますが、星空よりは一つ劣るかなと、まあ優しく見て同じぐらいレベルかなっていうところですね、現状の SR 星空のキャッチャーとは。まあ、なので、まあ引いといて得はすると思います。まあ、ただ星空持ってる人は無理して引かなくてもいいかなと。まあ、ただ2枚持っていくってことが、栄冠クロスで交互に選手入れていく上では重要なんで、赤原星空2枚体制みたいなのがいいのかもしれないですね。っていう所感です。じゃあ早速ガチャ引いていきましょう。友沢狙い。赤原カンパチも、引きたいなというところです。まあ、100連ぐらいやっていこうか。はい、ゴー。さあ、きらめけ。うん、まずは金。赤原きとしなスカウト、コネか。さあ、ここは、まあ、幅、金2枚。まあ、悪くない。悪くないですね。ちょっと見ていきましょうか。まあ、ここら辺のね、PR 重ねられるのも嬉しいかなと。はい。初。来たー、赤原いきなり。いいね。赤原カンパチ、こいつは非常に強いと思います。はい。さあ、もう一人は、おー、三田村ちゃん、お尻丸出し。こいつ、くんですね。男の子ですね。ピッチャーです。悪くないですね。いきなり赤原引けたんでいいかなと思います。さあ、2発目。そろそろ金が出てもおかしく。あれ、チャブートだわ。本日は面接ありがとうございました。ご縁がありませんでしたの。チャブートですね。はい。ゴミです。飛ばしましょう。はい。
さあ京都ニャッチ30連目そろそろ来ると思います。キラッ、来た、来たぞ来たぞ来たぞ。しかもスカウト好き。2枚、3枚、4枚、はい、まあ1枚金もついてるんでいいと思います。はあ、悪くないぞ。おお、サナ、サナちゃんだ、サナエミちゃん。結構 SR 持ってないやつ多いんですよね。はい、赤原かさなりからのキラ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 ー。あー、そっちかそっちか、ヤギウちゃんか。ぶっちゃけ PSR のヤシだと一番微妙かなっていう感じですね。俺チャラい持ってなかったんだ。まあ1枚引いてしまいました。さあ、引き続きいきましょう。俺怒り持ってないから怒りも欲しいんだよな。友沢と怒り、スカート来い、昇格しろ。上がらない。はわわわわわ、あ、金2枚いいね。昇格はなし。赤原重ねたいな。あと星空も欲しい。あ、来たわ、言ってたら言ってたら来たわ。言霊の力だね。キノコもいたんだ。赤原2枚目 OK。 ちょっとあんまないっすよ、もうパワーダイヤが。パワーストーンじゃねえんだこれ、パワーダイヤなんだ。アプリだとパワーストーンなんですけどね。はい、いやー昇格しない。あ、でも金は結構複数枚来るね。昇格なし。金複数枚来るのは現状 SR も結構使えるからね。はい、あー立川ここで来る、いいね。ジャスミン高校、赤原3枚目いいね。星2ですね。ずいずい行きますか。あと20連行けますね。何年やってる俺、60連ぐらいやってるか。あ、チャブート焦げ、はい、昇格しろ、虹色になれ。うーん、ゴミ、やばいな。チャブート2枚ちょっとえげつないな。60連目です。来い虹。あ、ロードが長い、これ演出きた、これ来ないわ。はい、3枚すごいぞ、これは地味に嬉しい。赤原、ジャスミン、チユちゃん、ジャスミン、ジャスミン重なるな。いや、ちょっとおかわりだねこれは。はい、おかわりしてきました。残りの虎の子、30連かましてやるぜ。うおー、虹引け、はい昇格、昇格しない。じゃあせめて赤原2枚、はわわわわわ、1枚か。昇格なし。あー、まあ青葉悪くない。頼むわ、ちょっと今なんぼだ。カウントもう50超えてるぞ、頼むぞ。確率的に言ったらばもうさすがに来なきゃ。おかすい、よし、お願い、2枚、あばばばばばば、1枚か。友沢来てくれ、友沢、怒り、あ、友沢か怒りだこれ絶対。友沢来たー、よーし、危ねー、なんとか爆発回避。うん、なんとか爆発回避です。友沢来ました。いやー嬉しいね。友沢亮、よろしく。星25ね。ちゃんとスペック通りです。いやー君にはビシバシね、働いてもらおうかな。うん。家が貧乏でアルバイトしてる。関係ないよ。うちはバイト禁止だよ。うん。さあラスト。はい、チャブート、はい、ゴミ、はい、ということでね。最後のこの安い石で50連引いてお別れしようかなと。これでワンチャン引く可能性もあるからな。はい、チャブート、あー一条くんね、はいはい。まあということでなんとか、100連で友沢引けましたというところで、まあなんとかセーフかなと。で赤原も結構重なったんでね、それが嬉しいかなと。なんぼだ赤原、赤原が突3ですかね。結構いいな、いきなり突3か。はい、となかなかいいかなと思います。こいつも使っていきたいと思います。はい、ということで無事友沢と、立川2凸、そして、赤原カンパチ3凸ということで、まあ、かなりね、潤ったんじゃないかなと、まあ、いうところです。まあ、友沢ね、1枚だったんですが柳生ちゃんも負けてきたというところで、まあギリギリねセーフかなっていうところで、また俺もう怒りだけなんだよな、いないの。怒りだけなんですよね、ちょっと怒り一番大事だと思うんですけど怒り一番大事なんだけど怒りいないんだよね。ということで、また、次回の怒り討伐戦でお会いしましょう。ケンジマンでした。
さよなら。